はい、行きましょう。今日何？エリアか。エリアね。オッケー。しかもなエリアのショッツルが多い気がするんだよな。まあ、関係ねえか。とりあえず行こう。エリアショッツル、なん、まあ、とりあえずプライムで入ろう。うん。プライムで、どこだっけ？ショッツルとアンチョビー。安全手術で言っとこうか。死なない前提でギア選ぼうか。死なない前提にしとこう。服は、あれなんかちょうどいいのなかったっけ？変えたんかな、俺。これ変えたんかな、俺。これと一緒だったから多分変えたんだ。ダサ。ダサ。そう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 。昨日ギア付け直してからさ。そうよ。これと一緒だって。で、これ当たりメイドで。で、こっちがバトロイカだから、これに攻撃3つけばいい、0.3 つけばいいなって思って、と一緒だからってやったんだ。くっそだせえしなぁ。まあ、関係ねえか。なんじゃこりゃ。行こう。とりあえず行こうぜ。いや、マジ、アミーボ買おうかな。スプラトゥーン2でそのまま普通に使えるんだったら、まあ、今買っても、後々買っても一緒だよね。あ、昨日 S63 まで上げたんだ。で、そして今日エリアか。せめてキープできればいいな。なんでも苦手だからかな。ショッツルとアンチョビでよくエリアになる気がするんだけどな。気のせいか。苦手だったらそう感じることあるよね。ああ、マジか！くわしかも全員落ちた。いや。ちょっと入り込まれるとめんどいから。あ、ちょ。どこ？あぶねえ。よいしょ。あ、ちょ、ずれた。あ、全然違うじゃん。全然ちゃいますやん。あー待って。危ないよ、そんなとこ飛んできたら。やばい。あぶねえ、今の。ちょ、鳥間一発。やばい。近いと当てにくいな、やっぱ。ちょっと下見狙っとかないっす。ちょっと下見狙っとかんときゃ。オッケーオッケー。うわ、すっぱっしょ。出たよ。あー、まずいな。塗りも大事だけど、ちょっとしっかり潜伏してキル取るのも大事だよね。危ない。ちょっと待って、絶対大丈夫なところで塗って、トルネ打って、マジか！タイミング合わね。変なとこ来る。どこだ？やばい。ああ、マジで？ああ、ナイス。ああいうのパパパッと当てたいよね。ああ、69-37。ああ、でも、ありえる。
ちょ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 。取りまとめて打って、あの影に隠れた。マジで。あぶねー、やっば。あぶね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 。こっち一人入ってんだよね。あぶねー。いやマジか。濡れ濡れ。合わせてくるなー。あぶねー。ちょっと待って。うわ待って、いやよいしょ。あ、危ない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 、死ぬ死ぬ。危ない。あ、やばい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 、上がれ上がれ上がれ、やばい。やばい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 、うわマジで。やっぱあれだね、塗りに必死になりすぎると逆に勝てないパターンあるねこれ。うん、あるわ。倒した方が早いっていう。あー、なるほどね。ちょっと武器変えようかな。ぬ、ガチエリアじゃけさ、塗って倒した方が、塗りも大事だけど、やっぱ倒さんと、倒した方が多分効率いいんだろうね、潜伏してでも。まあ、そんな感じはしたな。ちょっと待ってよ、カーボン使えるかな。昨日結構いい感じだったのよ。いけんのか。なんか違うギア構成ないかな。これで 1.1 だろ。で、0.2。0.2 でなんかないかな。攻撃の0、あ、攻撃 0.2 あるじゃん。で、これで、イカ速が、イカ速あればいいから、もしくは安全シューズのイカ速もいけるな。攻撃あって 0.3、あ、いけるね。これはいいぞ。イカ速でなんかいいのあるかな。やっぱギアはなんかいろいろ選べた方がいいね。あ、てか捨てジャンができるようになるんだこれで。それもありだな。カーボンで捨てジャンか、悪くねえな。これがじゃあ聞きにクラゲスじゃろ。これあれよね、イカ速揃えたいよね。これで行ってみようかな。ちょっと一旦安全シューズで行こうか。安全シューズがついた状態で、カーボンとかあんま使ってないけどさ、今まで足が攻撃で、んで、ん？頭がサブのインク効率で、で、体がイカ速みたいな。で、合計クイボ 0.3? クイボじゃねえわ。サブインク効率。うん。のやつにしとったけ、コンパクトにまとまるのは熱いな。しかも足絡めずに、攻撃とサブインク効率。
詰めるっていうのは熱いな。よし、行ってみようか。めっちゃ変な格好だけどな。で、スーパーショーもあるけ、時間延長も無駄じゃないしね。あー、どうしようかな。一人死んだ。やばい、あぶね。うわ、マジか。何、あ、スーパーショー。いや、どう入るかな。おー、取った。やばい、スパショ。おっしゃ、おっしゃ。いやー、くー、ナイス。で、ここ飛びたい。ナイス。あー、マジか。先に振らんといけんかった。もうとにかくエリア前で邪魔しないと。スーパーショー、ナイス。あー、カーボン。どうしようかな。やっば、くっそ。まずいか。一旦奪われるかな、これ。あー、くそ。いや、ああいうの確実にやっていかんと無理だよね。あ、やばいやばい、時間ない時間ない。なになに？あ、なに？あ、終わるわ。くぅ、むずい。やっぱもうちょい切り取っていかんと、カーボンじゃ、きついな。どんな感じ？ 7-5 か。まあでも、濡れてないからね。濡れないからね。やっぱ10キルくらいは目指していかんと難しいんだろうね。ちょっと捨てジャンでいこうか。カーボンでステージャン履けるとかめっちゃええわ。オッケー。今若干スピードは落ちるけど。しゃないよね。
カーボン使えるようになりたいな。そう、あと普通のシューターよね。一発でバシッといけるっていうのはすごく、しかも振りも早いっていう、ちゃんと当てんと一発で倒せんっていうね。よし行こう。あーマジか、クッソ届かなかった。いや、81か、あすばねえな、まあ、とりあえずちょっとスパショためようかな。あーマジで、あー死ぬか。正面から入っても無理。やばい。うわマジで。あ、しかもステジャン履いてる。あぶねー。ああいう時にステルス邪魔になっちゃうんだよね。でどこ？そこか。あーマジ、いや何もできん。あーあ、そうか、ステルスあるからとりあえず飛ぶ。塗るっつってもこれきついよね。あぶね、回れないからなぁ。あーくぅ、いやーきつい。あー仲間も死ぬ。あーこれ止めれんわ。かぁむず。ポンジスさんこんばんは。あー武器変えよう。ここほんまもう塗られたらどう入るんだろうね。カーボンでむずいね。あ、全然倒せんかったよ。そうね。寿司コラ使ってみようかな。どういうギアでいくかっていうのもあるよね。攻撃防御の安全手術の異加速かな。 OK。 レコンさんこんばんは。またエリアよ。ほんまエリアむずいわ。よし、行こう。しょっつるのエリア最近めっちゃやってる気がするんだけどな。寿司多いな。やばい、あーもう、イカ忍者か。
おっけ。ナイス。バレたかな今。あぶね。危ないよ。危ないよ。うわ、倒してねえじゃん。ああ、びっくりした。うわ、やば。あー、マジか。くぅ。いや、まずい。あー、こっち入ってるわ。うわー。やばいか。ちょっとこっちから行けるようにしときたい。見えたかな今。ああ。いや、やば。ああ、びっくりした。ん？なんか超高速で走ってったよね。上かい。うわあ、早ー。何？いや、攻撃積んでたからかな。めっちゃキル速早かったね今。やば。この辺しっかり塗っとかんと。うわ、危ねえ。あ？寿司だな、あれ。あ、やばい。あぶねえ。いや、全然前行けねえ。びっくりした。うわー、マジか。くっそ。うわ。いやー、そうですか。スパショアテネント、もったいないよね。寿司わさでええじゃんって話になるよね。あっそう。じゃあ寿司わさでいこうかな。スパショアテント意味ねえぞ。
なんだかんだ動きやすいな、やっぱ。わさびで、このまま行こう。OK。ルビスさん、こんばんは。よーし。いやー、アイディアむずいなー。よし、行こう。ショッツルーのエリアか。うわー、ハイカス。あ、そうか。あー、やばい。ちょっと待って、トリマ奥側に、危ない。あ、やばい。いや、くっそ。変な入り方できんな、これ。おるんだよな。移動してんな。うわー、マジか、若葉。くぅ、めんどくせぇ。マジで相打ち。いや、もうええけ、そういうの。それね、ええけ、マジ。あー、バリア溜まってる。いやー、逃げれんもんだな。あ、ナイス。よし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 。そうね。とりあえずこっち固めて、ちょ、トルネ打とう。トルネ打つわ。よいしょ。やば、ハイカスはやべえ。あー、マジで？ナイス。いや、全然いいとこねえじゃん、俺、今回。やばい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 。こっちは取れてんだから。うわ、もうちょっと。まだこっちの方が、寿司コラより戦いやすいはずなんだけどな。スプラッシュボムがあるから。やばいかな。大丈夫。やば。オッケー。インクがねえや。ハイカスが邪魔なんだな。ん？ゴムだ？ちょっと待ってよ。タイミング合うか？あぶねえ。あー、マジか。くえ。
タイミング合わねえ。ナイス。ハイカスがやべえな。あれどうにか、どうにかいかんと。あ、邪魔邪魔。危な。死ぬ死ぬ。オッケー。あ、これバリアだ。あーむっつ。いやー、でもなんかスプラッシュボムの方が戦いやすいはずなのに慣れてない系なのかな。寿司コラの方がなんかいいような気がする。あー、まあでもあれか、ハイカスとかアコジンドライでもさ、スパショがあればさ、まあ、最悪どかせれるもんね。そういうのもあるんかな。いやー、やっぱこっちだな。なんか他いいのなかったっけ。あ、52とかね、52とかね、メガホンか。52デコもあるけど、んー、ちょっともう一回これ使おう。スパショがやっぱいいよね。で、接近戦に持ち込まないなら MG という手もあるか。MG。そうね。MG ってどうやって戦うんだろうね。基本、塗って、チェイス投げて、溜まってスパショで倒しに行くみたいな感じなのかな。どうなんだろうね。ここにチャーか。あー、ちょっと上げちゃダメ、上げちゃダメ、上げちゃダメだって。あー、いや無理無理。これこの辺なら飛べるか。やばい、死ぬ。あー、狙われたかな。うわー、もったいね。あ、ナイス。あぶね。あ、バカ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 。あれ？降りた。あ、ナイス。シャーがおるからな。あー、くっ。仲間強いんだよね、これ。うわ、マジか。くえ。あ、やば。
やばい。うわー、マジか。くえ。いや。いやいやいや。これは変な飛び方できねえ。ハサミ打ちしに行って自分がやられる。ハサミ打ちしに行って挟まれてやられるっていう。結構危ないぞ。わあ。いや、ま、これは仲間が強かったな。これは仲間が強かったよ。でもやっぱこう、総合的に考えるとさ、やっぱシューター、カーボンが強かったのか。シューターになるよね。とりあえず。ノバネオのあの後の硬直がなければさ、あれ使いたいんだけどね。結構やばいからね。動きやすくて小回りも効いて、ちゃんと当てれば倒せるっていう。そう、カーボンもいいんだけど、カーボンって基本的に食いぼでさ、バンバン言って塗っていくじゃん。バレるよね、あれ、完全に。むずいよね。そう、でもそれもじゃあうまいことをやっていくんだろうね。うまい人、どう乱れてるかをこう想像して、大丈夫な時はスーッと行ってみたり、するんだろうね。ちょっとベーシックな武器を、練習しとこう。練習しとって損はないな。危ないし。危ねえ。危な。ん？なんか飛んでくる仲間か。やばいやばいやばい。危な。あれ、ここ、おるよね。お、危ねえ。お、わ。なんか当たった。あぶねー。うわ、マジか。めっちゃ射程距離あるじゃん、北斎。やば。真正面から撃ち合えないの。やばかったな。これ捉えたらめんどくせえ。捉えたくねえ、これ。あ、邪魔邪魔邪魔。捉えたらめんどくさいぞ、これ。やばい。
あーマジか、やば、手前取られるとめんどくさい、手前取られるとめんどくさい、やばい、あー取られちゃった。スーパッショ貯めたいな、これ。オッケー。よし。あぶねえ。やばい、ナイス、いいねいいね、やばやばい、くあーマジか、くー嫌なとこ投げるな。いや全員落ちた、全員落ちた、いやマジでやばいってー、バレちゃうってそれは。うわナイス、マジで、うわ怖えー、やっぱはぁ、でも寿司コラでさ、なんか自由に動けたら楽しいよね。はぁ、やべえやべえ。こう、攻めと防御と塗りのバランスが難しい。このベーシックな武器でバランスの良いギア。バランスタイプでいってみよう。コメント、あんこちゃんこんばんは。あ、種ありがとう。いやー、エリアもなー、し、なんか不安になりたくないよね。エリア、またエリアかーとか思いたくないよね。ほんま。いつも思うけど、エリアよっしゃ来たくらい思いたいよね。矛と櫓だったら何にも思わんのんだけどさ、エリア来た時だけ、あーエリアかーと思うよね。ちょっと待って、先にここだけ作らせておいてくれ。ここだけ。ここだけね。あ、待って。うわあ、くマジでか。まあまあ。何の武器が潜んでんのか分かんないのが怖い、危ない、やばっ、何シャアか、あれバリア持ってるわ、ナイス、ちょっと待って、広く戦おう、広く、ここ閉じ込められてる場合じゃない。
お、怖っ。やばっ。いける。やばっ。くっそ、むずい。狙ってるはずが全然なんかずれ、基本ずれてんだろうな、あれ。もうなんか段差が違ってくると余計わけわからんなるわ。あーマジか。ボム？あ、撃たれた。あ、ナイス。あー全員落ちた。これは、これは。向こう入り込みたいな。え、マジで？おーわ。あぶねー。あーごめん。クソ、あと3カウント。いや、やばい。あと3カウント。さあ行け。さあ奪え。よっしゃ来た。オッケー。わねえ。やばいやばい。奪え奪え。あ、ナイス。オッケー。あぶな。あ、上行ったな。オッケー。あ、なんか来た。ふぅ。いや、めっちゃカロリー消費する。めちゃくちゃカロリー消費するわ、これ。自分が走り回ってる気分になる。ふぅ。いやー、やべえやべえ。ちょっとだけ上がってきたな。なるほどね。ちょっと部屋だけ変えとこうか。こう今までさ、結構ステルスとフッタン積んでさ、もう生きる方法を考えてなくって、どんだけガンガン死んでもガンガン行ってか、もうとにかく勝てばいいみたいな考えてずっと生きよって、でも矢倉と矛に関しては、結構ね、いや、それでもありだと思うんよ。で、エリアに関しては、結構やばいよね。なんかいろいろ、もうほんといろんな武器でいろんなギアでいろいろやってみて、で、結構、結局やっぱ塗りがね、塗るかキルするか両方するかじゃん。死んでる間、その何、エリアのさ、方に戻ってくる間、塗られ続けるって考えると、かなりのインク量、一回死ぬと損失するんだと思うよね。それだよね。じゃ、でもガンガンだけ、ガンガン死んでもガンガンキルできれば、
なくはないとは思うよ。あぶねー。どれかだよね。シューターで生き残るっていうのが、まあやっぱ効率的。あぶねー。うわ、マジ当たらなかった。当たらない。うつ、今のは当たらんのか。あ、なに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 。うわー、ちょーっと待って。うわ、マジ。チャーが危ねえ、チャーが危ねえ。あ、ここ入ってきたな。あー、届かんじゃん、届かんじゃん、このチャージャー。やべ、思ったより遠かった。おい、お前マジで、お前マジふざけんな。お前マジで、お前マジふざけんな。ちょっと待って、3人じゃ勝てねえんだよ。3人じゃ勝てねえんだよ。危ねえなー。いやー、ちょっと待って、ちょっとスパショで打開したいな、どうにか。あ、なんかそこおったの今。オッケー。うわー、マジか。うわ、全員落ちた。やべ。ちょっと待ってよ、これは一旦奪われるなぁ。あと2分ある。うわ、チャーが、チャーがえぐいわ。ナイス。あー、マジか。ガー。あと1分半。とにかく一旦奪わねえと始まんない。なんか当たったし。なあー、くそ。なんかこう距離感がわからんくなるよね、あんだけ近いと。難しい。やばい、終わる。うわー、これ降りるしかないなー。ああ、無理か。くえ。むずい。なるほどね。むついな。よし、じゃあ、プラベ行きたい、現在フレンドの人、おったらコメント書いてって。いやー、そうですか。よいしょ。100か。OK。ちょっともう一回やって、それ終わるまで書いといて。今2人ね。まあ、いつもの感じで行く。この人数だったらこれで、この人数だったらこれで、いつものやつで行く。金貸してくださいって書いてある。金もなんかこう
プレゼントできればいいのね。サザエとか。サザエに一旦交換して、サザエをプレゼントできればいいのね。パチンコ屋のシステムみたいな。一回ボールペンみたいな景品に交換して、現金に変えるみたいな。シュールすぎるか。スプラトゥーンでその機能があったら。あのシステムすごいよね。あれで、OK ってなってることが、すげえなって よくよく考えるとね。パチンコ買って、現金を得てるわけじゃないんよ。ボールペンとかを得てるんよ。で、それを超高値で買ってくれるところが、たまたま、お店の近くにあるっていう。なんならお店と一体化してるっていう。あれ、すごいシステムよね。あ、プラ、うわ、ダイナモがえぐいよ。危ないしなー。スーパーショー来るし、ああ、マジで？いや、待って！うーわ！巻き添えクロートルは。あっちからはいけないもんなぁ。バカバカ。ちょっと待って。もう一旦スパショ貯めるわ。ナイスセンサー。オッケー。やばい。遠すぎる。ダイナモか。危ねえわ、これ。うわ、やば。あぶな、うわ。あー、寿司か。よいしょ。ナイス。うわー、マジか、危ねえ。ああ、なんとかいうち。ダイナモがいない間に。ダイナモがいない間に。ああ、ナイス。うわぁ、相打ちか。手前もガンガン入られてんな。やばい。そっち奪われるとめんどくさいんだよ。いや、やばい。これこっちから行こうか。なんかプライムあれ。あ、これなんかダイナモあれ。ダイナモだな。あー、もう一発。やばい。いやー、ダイナモきついなー。なんじゃこりゃ。
すわ。くわ。あ、やばい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 。あー、スプリンクラー、わー、ナイス。向こうどうにか奪わんと。ダイナもいるからね。向こうがやばいんだ。あー、マジか。惜しい。いや、いかれんかったなー。まあでも寿司楽しいね。うん、オッケーオッケー、引き続き練習していこう、こいつは。で、アイナさんこんばんは。で、ティアスさんカウントありがとう。1、2、3、4、4ということは、俺含め5だから比べか。何にしたっけ？あー、多分5だったよな。合っとるかな。ちょっと待って、あれ、自分の、あったあったあった、で、いつも通りこれでいこう。よし、ティアスさん完了ありがとう。カウントありがたいね、気持ちが嬉しいよね。あと一人、あと一人。あと一人、OK。ティアさん頑張ってくださいね、ありがとう。あー、これは一応こうしとこうか。一応分けとこうか。矛、金目の矛。まあ、取りますしで。取りますしでいっちゃおう。OK。よし。行こうか。そう。どこ行った？あ、おった。うわ、やばやば。
おっと、うえ、トリマ44。とはどこだ。いや、やば、くぅ、ミスった。あー、ナイス。オッケーオッケー。で、どこどこ、そこか。オッケー、うわー、マジか、くぅー、ボーヌ。44はでもなかなか、なかなかではある。やっぱ、ナイス。そしてナイス、うまい。行こうか、よいしょー。おっと、これは待っとこうか。やばい、あー、くそ。2対2はまた本当独特なあれがあるよね、やっぱ緊張感というか。4対4だったらまあ言っとくかみたいなところでも、2対2だったらまあちょっと待っとこうかみたいなのはあるよね。あー、くそ、くぅ、いや、さあ来るぞ。あぶんね、あぶんな。外した。あー、くぅ、いや、とは、よし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 、あと14秒。この下か。おー、ナイス。いいね。なかなか熱い戦い。コメント。四季神さん、こんばんは。ティアさん、私もスプラトゥーン持ってるよ。いいね。小学6年生です。では、最後の。いや、いいよね。年代問わず楽しめるのが、スプラトゥーンのいいとこですよね。エリアが3対3。ちょうどいいね。だったら、こことここかな。うん。気持ち調整しとこう。アンチョビエリア。まあ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 、これ行こう。しきやみさん追加入り了解。ミサニアさんカウントありがとう。はぁ、あ。オッケー。よいよい。よいよ。さあ、
やば。やば。くぅ。そうなっちゃうよね。難しいなぁ。塗れば狙われる。塗らないと下にさえ降りれない。難しいなぁ。長いやつだろ、これどうせまた。あ、投げ。あぶねぇ。投げんだよ。投げんのは分かってんだよ。ナイス。オッケー。やばい。うーわくぅ。ナイス。おいで。あー、いいね。なんか後ろから入ってきてる。うわー、マジかよ。くぅ。よいしょ。あー、おー、2落ち。オッケー。3対3の2落ちは熱いぞ。うわー、マジか。くぅ、今のは行きたかったし、行かんといけんかったやつ、逃したー。いや、逃した。あー、マジか。くぅ。まずい。終わる。あー、そこでね。おー、ナイス。おるんかい。くはははは。なんだよ、それ。くっそ。なんか、ウサギみたいな動きをされた。くわぁ。いや。どんな？あー、ちょっといかなかったなぁ。なるほどね。ヤグラ。タチウオか。ちょっとやっぱ、あれだな。ヤグラ用にギアだけ調整して、これでいこうかな。ちょっと調整だけして、ちょっとシューター使ってみよう。コメント。大輝さん、こんばんは。しきやみさん、どうもうさぎです。ぴょん、ぴょん。くっそ、最後のやられたな。よし、行くぞ。タチウオ。シューター強化月間。どう進もうかな。ああ、くぅ。
わっ、ちょ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 、いかねんかった。よいしょ。さて、うわマジか、やばいな、割とガチめにやばいなこれ。やばい。かあ、普通に終わった。うーわー、マジで。いやー、早かったなー。そうねー。やっぱ負担としてじゃん積んじゃうと、ちょっと雑になっちゃう感じはあるよね。ちょっと鉄砲玉気分で飛んじゃったりするよね。ほこ。ビーバス、ビーバスほこ。どうしようかな。ビーバスほこはまあそんなに飛ばんでいいでしょう。これでいく。OK。ティアさん来たよ。お帰り。さあ、3対3シューター強化月間です。行こうぜ。ティアさんのアバターかわいいな。クマがカラフルなパラソルを持ってる。おっと、やばい。あ、やば。何 MC？ ボールと任せるんか。セブンということはスーパーショットスプラッシュボムか。よいしょ。わ、ナイス。バレてんのかな、これ。うわー、マジか。やば。くぅ。いやー、これ微妙。くぅ。くっそ。あ、やばい。うわ、危ねえ。ボム置いとってよかった。4カウントとかマジやべえんだけど。か。
OK。その裏におる。くえ。あと50秒。ナイス。あぶね。あぶね。あ、来た。うお、いった。熱い。ふう。おー、いいね。よし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 。いやー、やば。やばいね。あ、再びエリア来ました。アドバナエリアか。どうかな、アドバナエリア。ちょっとこれでいっとこうかな。こんな感じか。コメント、四季神さん、オーマイカー。ルフィさん、プロ、ミサニャンさん、ウッシャー。ポンシューさん、次は勝つ、よし、行こう。アロワナのエリア。どう入るか。どう入るかな。あー、来てんな、向こうから。やっぱ危ねえ。よし。あぶね。なぬ。あー、やべ、いやー、やばいやばい。どういくか。
完全に見られてると思うから、あーそこか。そこか。うわ、やばっ。マジかよ。ああ、終わった。ふぅ。エリア、むずいな。なるほどね。やられる。全然倒せんかった。全然倒せんかった。よし。ヤグラ。箱ふぐヤグラ。どうしよっかな。箱ふぐヤグラは。ちょっとこの辺行ってみようか。これでいいかな。行ってみよう。よし。さあ、行こうじゃねえか。箱ふぐやぐらか。やばいやばいやばい、動けんかったし。ああ、あぶねえ。うわあ、見とる。見ておるか。いやー、暴れとんなー。あー、マジで？なんかああいうの多いなー。くそー。おぉ、危ない。あぶねえな。こっちからブラスターが来てる。
おった。オッケーオッケー。それそいつも敵だった。くっ、いや、くよー見とるわ。あ、ナイス。後ろから来てる。あー、待って、乗れるか。いや、やばい。終わった。儚い夢だった。うわ、マジか。いやー、やれたー、やれたよー。くえ、ちょっとでもあれだな、シールドあるとシールドに頼りすぎになって、しかもうまく使いこなせないからあれだね。逆にいらんのんかもしれんなってちょっと思った今日この頃。歩行の、あ、また歩行のビーバスだ。ここ暑いけいいけど。そうね、歩行ビーバス、ちょっと射程距離欲しいかな。ちょっと射程距離欲しいかな。これでいこうかな。OK。エミサのやつは裏取り待ちか。いやー、やべえやべえ。さあ、行くぞ。ああ、ナイス。これはどう？あー、マジで。くぅ。どう？よっ。おっ。どこだ？あー、そっか。
どう？あー、そこだった。いや。さあ。いやー、マジか。それぞれがそれぞれで隠れとるなぁ。お、ナイス。あ、びっくりした。焦った今の。あぶねえ。いや、30の99か。オッケー。入った。ああ、倒せんかった。倒せんかった。うわー、今の倒したかった。いやいや、57の30。うわー、バレてる。バレている。ナイス。スパショ来るよね。あー、今かすかに音が聞こえた。あー、外した。おる、やばい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 。あ、後ろにおる。くぅ。いや。ここでも毎回熱い戦いになるよね。うわ、やば。はぁ。いやぁ。やべえ、やべえ。ガチエリ。どこ？アロン。またアロワナか。ガチエリアロワナどうしようかな。ちょっと悩むよね。ガチエリアロワナ悩むな。こんな感じでいくか。オッケー。しけみさんめっちゃ被りますね。ね。なんなんだろうね。ガチエリアのアロワナとかそんなにやりたくないしな。あんまやりたくないけど。ここ。まあ、練習だな。練習ということにしとこう。
危ないな。なんかカキンってなったぞ今。くわー、あー向こうから抜けた方が良かったか。さあこれでも変なとこ飛べない。あれ 3K かな。さあどうする。あ、マジか。ナイス。上がれるかな、これ怖いな。うわ、マジか、マジか、くぅ、やっべ。お、ナイス。これはいけちゃうのか。いいやー、やばいー。おわやーべ、やべ。際どいなー、これ今回際どいよ。結構ねがっつりいったりするからね普通に。あ、ナイス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 。危ねえ。あれ勢いに乗られたら危ないからね。結構40カウントとかすぐだからね。はあ、怖い。いやいやいや、これめっちゃ偏ってんな。
式が見そうなんかって負けとるなこれ。いやぐらい行こう。さあネギトロ、ネギトロやぐらか。ああどうしよう、これまたちょっと新鮮だな。最近ネギトロのやぐらやってない気がするな。どうしよっかな、ちょっとこれでいこうか。これかな、よし行こう。ネギトロ、なんだ、あぶねー。おー、待て待て待て、あーナイスー、よいしょ。さてやばい、ああ、くっ、ボルネオ？ボルネオか。ボルネオ使ってる人久々見たわ。ああ、そう。煽るわ。いや、マジで。ブラスターボール。うわぁ、まずい。あぶねぇ。超危ないんすけど。あぶねえ。マジか。あーったーく。おっと？いける。ナイス。これは、これは素晴らしいっす。よいしょ。あれ？よし。ああ。いやー、なかなか、なかなかいいっすね。とは、上がってくるね、これ。うわははマジで。これまずいな。オッケー。待って。待って。
そこ一人いんだよ。ナイス。向こう行ってんな。あぶね。わあ、ナイス。いや、やべやべ。ふぅ。オッケー。おう、よいよい。よいね。矛。じゃあ、これ、そうね。え、ポンジーさん S に落ちたって言っとったっけ？じゃあ、俺行こうか。はい。デカラインの矛。デカラインの矛。デカラインの矛か。デカラインの矛か。どうしようかな。悩むね。OK。ルビさんお疲れ様。あんこちゃんこんばんは。言ったっけ俺。仏のような感じになってね。あんこちゃんのアバターが。さあ、今日も19時までにしよう。じゃっけ、次ラストにしようか。うわ、やば。ナイス。スーパーソクル。いやー。やばい。あぶね。あー惜しい惜しい惜しいな。よいしょ。
まだまだ全然、まだ全然ある。あ、ナイス。あぶねえ。とりあえずね、とりあえず進めた。あー、つながらなかった。あー、よいしょ。うわー、やば、相打ち？相打ちか。わあ、相打ち、くえ、むずい。でも65だからワンチャンあるぞ、これ。全然ワンチャンあるから。マジナイス、マジナイス。うーわ、いった。マジナイス。よういったな。あの判断はすげえわ。あの判断はすげえわ。うわ、おー、熱い。オッケー。ポンジさんお疲れ。じゃあ次ラストね。2対2。いや、いっちゃうか。2対2の、2対2のエリアいっちゃうか。これはもう、じゃあこれで、運に任せまーす。はい、行きましょう。モンガラエリアかー。むーすいやね、ここ。うわ、どうしよう、何で行こう。モンガラエリア。あー、どうしようかな。で、2対2だろ？うわー、2対2何で行くんかな。2対2だから、行こう。かなぁ。悩むなぁ。割とガチめに悩むなぁ。よし。じゃあ本日ラスト。行ってみましょう。さあ。ダブル
ダブルあれで塗る。ダブルあれで。あー、マジか。あーあー。やべやべ。んで、あっちはどうなってる？うわぁ、いや、まずいなぁ。やば。いやぁ、やばいかな。やばい。あぶねえ。うわー、マジか。くっそ。いやー、これは終わった。これは終わった。あー、難かった。なるほどね。あー、ここでも何にしても正解がわからんわ。このエリア、門柄のエリアね、難しい。うん、よし、じゃあ終わろう。2対2のエリアとかあんまやんないからね、レアではある。よっしゃ。みさやさん、お疲れ様。いやー、本日は、1位ティアさん、2位アンコちゃん、3位ポンジューさん、ありがとう。しけむしさん、お疲れ様。楽しく作れました。レコンさん、お疲れ様。いやいやいや、なかなか熱い戦いが、本日も、多かったっすね。うん、やっぱちょっと最近シューター強化月間じゃけどさ、俺がちょっと引き続きね、シューターをまた練習していこうかなと。今日 S41 2周くらい下がってるね、多分昨日61まで上げてたのに、エリア下がっちゃうね。うん、まあちょっとあれね、頑張っていこう。エリアも得意になりたい。しかみさん、シューター強化月間。そう。それね。結構寿司コラ、いろいろ使ってみて、結構寿司コラやっぱ、まあみんな使っとるだけあって、うん、寿司コラ使いやすいなと思ったね、うん。動きやすいし。で、今日の発見としては、俺的には寿司技の方が動きやすいかなと思ったけど、やっぱスパショがある系か、寿司コラの方がいいな。なんか使いやすかった。うん。それに気づいた日だった。なんか、絶対スプラッシュボムがあってメインがスプラシューターだったら絶対そっちの方が強いだろうと思っとったけど。まあ、変わるかもしれんけどね。あんこちゃんお疲れ様。うん、お疲れ様。よし、そんな感じです。じゃあスクショだけ撮って終わろうかな。まさっこさんという人のアバターが可愛いな。カラフルな魚みたいな。よいしょ。これいいよね。見たことないアバターがあると、おって思うよね、ちょっと。あ、そういえば、あれよね、福引き、だいぶ前の話だけど、ショールームの福引きの内容変わったんだろ？だいぶ前の話しちゃうかもしれんけど。うん。一回も見てないわ、俺。誰かが言おうた気がする。うん。なんかそんな話を聞いた気がする。まあ、時々ほんと、なんか可愛いアバターの人がおるよね。どこで拾ったんだろう、いうような。ね。いいよね。まあ、誰か種投げてくれよる。ありがとう。
よし、まあなんだ、日々ね、スプラトゥーンはやっていきましょう。3月、3月じゃない、3ヶ月以内かも、3ヶ月切ってんのか、スプラトゥーン2発売までにね。あ、なおさんね、種ありがとう。そう、しかめさすしこらを切る寿司屋さんぬりですもんね。いや、なんか総合的に、なんか総合的に寿司こらの方が使いやすいなと思った。わさび塗り、まあ、取るのあるけどね。寿司こらの方が使いやすいなという発見があったな今日。いやね、思いのほかあれだ、あのハイカスが未だに使いこなせんわ。前よりは良くなってきるけど、バレスピデコよね、バレスピデコくらいが、スピナー系だったらちょうどいいな、やっぱ。でもやっぱなんか何使っとったらさ、なんか前全く使えんかったもんでもさ、久々に使ったら意外といけるじゃんみたいな。シューターとかも前もっと使いこなせてなかったんよ。まあ、感度変えたけっていうのがでかいんだろうけどね。結局慣れんかったなぁ。プラス5でずっとやるよけば、それが普通になるだろうって思えたけど。なおさん久しぶりに超えたけど、もう終わり。そう、終わりよ。結果、感度、今何本かな、ちょっと見てみようかな。今ね、今マイナス2でやってるかな、ね、結局。チャージャーかっていう。チャージャーかっていう感度でやってるからね。じゃないともうこう、グラグラして、あれよ。やっぱ外しようんだと思う。全然違う。やっぱシューター苦手な人は試してみるといいかもね。全然違うわ。感度下げてみる。ただ、R スティックでやるときにすっげえ違和感あるけどね。R スティックでグイッと、こう、ね、後ろ向きたいみたいな。Y 使えばいいんだけど。Y 使わずにグイッと。まあ、ジャイロでいけばいいんだけど。なんかこう、ちょっとやりたいときに、R スティック遅えなってなる。そこだけ問題だね。そうそう、Y ボタンを使えばいいんだよ。Y ボタンを、あれでも Y ボタン使ったあれどこってならん、慣れるんかな、でもどこってなる。今俺どこ向いたってなる。あの Y ボタン使うとね、グイッとやって Y ってやったら真後ろ向けるけどさ、難しいなあれは。ナオスさん、タンクちゃんカウントありがとう。いやー、あ、でもあんこちゃんも来訪回数が100回近いな。もうちょっとで100回、今月中あるな。4月中に100回あるな、これ。来訪回数ね。なおさん59って書いてあるけど。カウントが。そして種をありがとう。累計ランキングもどうかな。まだ不動だよね。3、4位くらいまでは不動だね。ありがたいですね。累計ランキングは毎日見とるから。毎日見とる。あんこちゃん今何回、何が？え？来訪回数？ 95。で、これ多分更新かけたら96になるかもしれんけど。スクショ取って更新かけてみようか。あ、96。で、86,096 ポイント。9万ポイントあるな。独走状態ですね。あんこちゃん、わおわお。なおさん、59カウントミスです。あんこちゃん、わおわお、8万わらわら。
86,096。多分今更新かけたっけ、結構正確だと思う。うん、ありがたいですよね。やっぱこう、うん、累計ランキングに出るよね。日々のことだからさ、ありがたいです。うーん、レコンさんも今30位に入ってんだよね。うーん、やっぱ見るな、累計ランキングはなんだかんだで。あんこちゃん9万頑張るさ、ありがとう。そう、なんかね、ちょうどいいイベントがなくってさ、今イベント入りたいなと思うんだけど、結局50万ポイントやってる最中にメンバー増えていくことを望んでいけばいいのか。とりあえずイベント組んで、うん、そしたらいいのかな。なんか手頃なやつがなくってさ、ちょうどいいのがあったらイベント参加しようかなと思ってんだけど、うん、という感じです。よっしゃ。タンコちゃん9万頑張るぞい、投げまくる系な、ありがとう。ミサイルさんイベント始まったら本腰入れてポイポイするんで、おお、ありがとう。うん、よし、そろそろ終わりますかね。で、最後スクショ何枚撮るようになったんすよ、ね。うん、なんかね、なんかエリア、ガチエリアによく当たるわ、ほんと。あこちゃんお疲れ様。うん、なおさんお疲れ様です。はい、お疲れ様。よし、じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。